ってさ、消しゴム噛んだことある？ない。え、ない？消しゴム噛んだ。え、ないの？ない。あ、これ男だけかな。いや、お前だけだよ。お前だけだよ。お前だけだよ。俺本当に、あの小学生の頃とかは歯並び死ぬほど悪かったのよ、うん、で、歯並びガタガタだから、なんか消しゴムとかもめちゃめちゃ刻めるのよ、うん、だからガーって人の消しゴムとか落とし物の消しゴム噛んで自分の歯並びをこれ確認してた、紙跡で。え、キモ、ね、キモよね。でもやってました、僕。だからこのゴーグルのゴム噛むとか消しゴム噛むとかやるんじゃないですかね、みんな。消しゴムは違うから。いや、消しゴム絶対コメント欄で言ってね、みんな。消しゴム噛んだことあったら。消しゴムはないわ。消しゴムがキューって噛めんのよ。わかるでしょ、大体想像は。まあまあまあ、それが気持ちいいっていう感じですね、うん、でもそれこそネックレス噛んじゃう。え、なんか噛んじゃう。えぇ、ー、それでも、うん、これでもやっちゃう。やんないわ。嘘、これでやんない。やんない、やんない。こうやってくるよ。え、だからさ、ここの上に乗せたりする。あ、これはする。するでしょ、うん、するでしょ。でもこうやってこれはこれやるわ。やるでしょ。やるやるやる。え、特に俺どういう時にやるかって、こうやってなってて、こうなってる時にこうこうこれこうやってわざわざやんないで、こうなった時にやるの、やっちゃうかも。あ、わかるわかるわかる。わかるでしょ。わかるわかる。そういうことそういうこと。あ、なるほどね。延長線上で噛んじゃうみたいな。噛まない方がいいよ、マジで。本当にもったいないから、あんたのネックレス高いんだから。